お疲れ様です。ということで久しぶりに佐野先生と一緒に練習させていただくんですけれども、はい。ここに行くのはもう4年ぶりって言っても過言じゃないです。ジェットスプリントの。だったね、はい、映像にはないですけどその後も一緒に走りました。そうだね実はそれと同じような練習をまたやんだけど、はい、昨日決まりました。何やるんですか。 250m×4 本になってます、全然上じゃないですよ。本当にその4年前に草野さんにお会いした時もほぼ同じメニューをやっていて、草野さんといえばこの 25×4 本をやっているイメージが結構僕の中で強いんですけど、意味があって多分草野さんはもちろんやられてると思うので、その意味合いっていうのをなんかお聞きしたいなと思って。苦しい練習をするある程度速いスピードで、まあ、長い距離を走る、まあ、それからテンポ走をやる、それからショートスプリントやる、基本的にはこの3つ。冬季練習はってことですか。シーズン通じて冬季はそれが距離長い距離になる、だから4、3、2とか、テンポ走だったら200を10何本やるし、でシーズン中は短くそれがスピード上がってくるけど、でも変わらない、2、5だったものがもしかしたら2本、3、200とか150かもしれないし、200だってちょっと少ないけど、テンポ走はやるし、その中の一番しんどい練習が、まあ、僕の中では2、5、4本が一番体の感覚として、疲労度としての回復も含めてちょうどいいのが、まあ、継続してやってるっていう感じ。ここはもう個人のそのレベルや走力に合わせて、本数や距離を変えていい。そうだね、まあ、でも言うところは結構30秒っていう固定が多いから、なるほど、大体30秒ペースぐらいになるよ。30秒間走、40秒間走みたいな。ああ、はい、学生の頃よくやってました。いわばそういう中での練習をするっていうので、まあ、僕は30秒ちょいが大体設定ペースだから、まあ、そういうのはね、勉強した後に、まあ、だからかって思ったぐらい。ああ、なるほど。自分のいけるところにちょっと届かせに行くっていうのが設定だったりとか、インターバルを短くするのが分かりやすいので、これをやってます。なるほど、本日よろしくお願いします、はい、皆さんね、こっちね、実はアクセルの方でも YouTube チャンネル解説しててチェックしてみてください。皆さん今日大丈夫ですか。筋トレぶりですけど。筋トレぶりだね。はいこれやろうよ。いや、お願いします。いや、お願いします。本当に中田さんも今日2号頑張るってことで道連れなんダッシュで行こうぜ。今日はね、アップはこっちのプリズムの方でしました。ちょっと2号とかスピード出てくるんで、5280の方で走っていきたいと思います。ガチのセット走で5280試すの初めてなんで、どんなもんか単純にまずこなせるかこなせないかわかんない。4本はやるよ、4本はやるけど、設定守るとかさ大事じゃないですか。設定をこなしてやったという人もいるわけじゃないですか。やっぱりまず33秒を切っていく形にしたいと思います。自分でウォッチ持ってタッチダウンで33を全部切るようにしていきたいと思います。まず4本やりきったこともないし、33秒中盤で去年一昨年やってたんで、2つレベルアップ一気にさせてるんで、そこがちょっと心配ですけど、ちゃんとやっていきたいと思います。33秒切りで4本、7分レッスンやっていきましょう。32秒6、まあ、タッチダウンなんで、草野さん音が鳴ってから出てるっぽいですね。草野さんも32秒0ってことですか。これが2秒0、あんだけ離れてるのにタッチダウンと音で出てるのではこんだけ違うんですよ。面白いですよね。ちょっと頑張ります。32秒46、まだいけてる、半分終わった。でもいや、マジ最低絶対次32秒台で収める、絶対で、最後死んでも35で、35は切りたい、ラスト最後死んでも
3番目頑張ってね。頑張ります。まだあと1本残ってます。ダッシュで行こうぜ。みんな聞いて、32秒7。めっちゃ嬉しい。去年おととしプラス1秒ぐらいだったんで、34切りでずっとやってたんだけど、もう冬季始めに32で3本揃えられた。で次絶対35切る絶対まとめる。最後2つ自己ベストでこれだと32で3本できなってきたのと、あと25を4本やったことないから2つ自己ベスト出すよ俺。ちゃんと行くよ、やってくる、行ってきます。あ、きつ。でもね、もう割れた、完全に完全に割れた。ファイト。4本目お疲れ様。しゃべるです。ごめんなさい。リアルな一言。つらい。いやいや頑張ったよ。ありがとうございます。はい、お疲れ。ありがとう。もう20分ぐらい苦しもう。ダッシュで行こうぜ。今の転がりやらせじゃない？20分かかりました。いやでも残念ながら4本目が35秒5です。目標の5秒切りにはいかなかったですけど、いやでも人生で初めて7分レッスンに2個回したのが収穫です。3セット目まで立ちながら32秒6、4、7で収められたので、去年の一昨年は平気で超えてます。いや正直シーズン終わってからこういうセット走初めてだったので、かなり不安だったんですけど、冬季連いいスタートが切れたなって感じあります。2月3月には2秒前半で4セットをこなせるようになって、そうやってくれれば 100m 10秒中盤から 200m も21秒台とか、400m も49秒台っていうのも見えてくると思うんで、ちょっと冬季練習を積みながら、まだそういう目標をしっかり掲げていきたいと思います。ああきつ。本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。